<music> こんにちはレトスノノです。3月2日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますえ。毎日短い時間でも継続して勉強していますでしょうか。勉強においてえコツコツ型と短期集中型に分かれるように思いますがあなたはどちらでしょうか。これまで数多くの受講者様を見てきて。 勉強に慣れていない方の場合短期集中で合格することはなかなか難しいと思いますその原因は勉強の仕方が確立されていないため間違った勉強法で勉強を続けるからです一方コツコツと毎日積み重ねていく方の場合勉強しながら間違った勉強法から正しい勉強法に移行する機会が増えるんですねそのため正しい勉強法に変えた方っていうのは 知識も定着しやすくなりますし、その結果本試験で高得点が取れます。同じ勉強するなら、得点に繋がる勉強した方がいいですよね。そのためにもコツコツ型に変えて、日々勉強の仕方に目を向けて、実力がつく勉強効果を確認していきましょう。忙しい1日の中に勉強時間を組み込むのは大変かもしれませんが、それをしないと合格できません。早いうちに勉強すると決めて、正しい勉強法で勉強していきましょう。 日常に流されて後悔する人生を送ることのないように、正しい勉強法の第一歩として、実力を上げる問題の解き方、この動画を最後にご紹介させていただきます。それではまず3問に入っていきます。権利に関する登記の申請をするときは、申請人またはその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくても良いので、 郵送により登記申請をすることができる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。登記の申請方法っていうのは、登記所、まあ登記所っていうのはまあ法務局なんですけども、この登記所に足を運ばなくても郵送やオンラインで申請することができます。よって答えは丸になるということですね。もちろん添付書類も合わせて送る必要はあります。 そして、討議事項証明書、いわゆる討本と呼ばれるものは、えー、不動産の所在地だったりとか、えー、地籍などの物理的な内容、えー、また、不動産に付着している、まあ、ついている権利、定当権とかそういったものですね、そういった内容を一般に知ってもらうためのものなので、誰でも請求できます。この点も合わせて頭に入れておきましょう。で、問いにですね、法人の役員のうち、 障害の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる、丸かバツかという問題です。で、これ答えは丸ですね。法人の役員または政令使用人が刑法の障害罪により罰金刑に処せられた。 この場合、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過したら免許を受けることができるんですね。まあ、これは基本中の基本です。なので絶対解けるようにしておきましょう。まあ、意外とね、この刑の執行終わりとか、刑の執行を受けることがなくなった日、これ理解してない方がいるんですけども、これについてもあの個別指導で解説いたします。で、問い3ですね。 中止区域に所在する土地において、届け出が必要な土地売買等の契約を締結しようとする場合、その届け出をした日から起算して、6週間を経過する日までの間は、その届け出にかかるえ土地売買等の契約を締結してはならない。まるかばつかという問題ですね。え答えは丸ですで。これも意外と覚えていない方、多いんではないでしょうか。えただですね、これ基本的な内容なんで、え絶対覚えてください。 監視区域、中止区域に所在する土地の売買契約を締結する場合の流れっていうのは、届け出をして6週間待って、その後契約できる。これが原則なんですね。ただ、例外として、この6週間待たずに契約できる場合ってあるんですよ。それは、届け出した後に勧告、もしくは不勧告の通知を受けた場合、この場合っていうのは6週間の期間待たずに売買契約を締結することができます。 まあきっちりね原則と例外を頭に入れておきましょうそしてはじめにもお伝えをした実力を上げる問題の解き方についてはこちらの動画をぜひご覧くださいまたチャンネル登録まだしていない方はこちらのボタンをクリックしていただいてチャンネル登録もお願いします今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの小野でした